ウェザーニュースでは週末の交通機関の影響予測について発表しています。物流に関わる方や長距離の移動が必要な方に参考にしていただければと思います。まずはお天気から確認していきましょう。5日日曜日午前9時の予想天気図です。週末も本州付近には前線が停滞するためすっきりしない天気が続いていきます。西日本や東日本を中心に雨の降るところが多くなりそうです。特にこの5日日曜日頃は前線がやや南下していく予想になります。また活動も少し弱まっていきそうですね。雨の範囲は太平洋側中心となりそうです。このため交通機関の影響もどのようになっていくのか、まずは鉄道から見ていきましょう。こちらまず新幹線から確認していきたいと思います。この週末は大きな影響はありません。お出かけ前に最新の情報をご確認ください。続いて在来線です。東北、関東、甲信、北陸、東海で雨による速度規制など遅延が発生する可能性があります。関東は北部のみで南部など首都圏には影響はありません。鉄道を使って移動を予定されている場合は各路線会社のホームページなどで最新の情報をご確認ください。では続いて高速道路です。4日土曜日頃は東北、関東、甲信エリアの高速道路で速度規制の可能性があります。関東は北部のみで南部など首都圏では影響はありません。5日日曜日は甲信、東海エリアの高速道路で速度規制の可能性があります。長野県、山梨県ではゲリラ豪雨にも注意をしてください。突然の雨に遭遇した時は急ブレーキをかけずゆっくり減速をして安全運転をしましょう。また事前にお天気アプリウェザーニュースでもお出かけ先の天気予報をご確認ください。